皆さんこんにちは。今回は角換わりで気をつけるべき角の打ち込みを5つ紹介したいと思います。角換わりってお互い角を持ち合うので、こう打ち込みの隙が怖くてなかなか指せないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実はその角を打たれる隙って大体決まってて、ここさえ気をつけておけばいいっていうポイントがあるんですね。なので今回はそのポイントを5つ紹介するので、ぜひ最後まで見ていただいて角換わりを指してみてください。1つ目はこの飛車が28の地点にいるときによく出てくる角打ちなんですけれども、これ今歩をついて取って桂馬を跳ねて攻めていったとします。で銀を出て歩を打つっていうのは、自然な進行なんですけれども、この飛車が28の地点にいるときに桂馬を跳ねると、ここに角を打ってくる隙ができます。これがよく出てくる角打ちで、これを単純に食らうと大体悪くなります。飛車逃げるしかないんですけども、馬を作られてしまうのでこれは悪いですね。なのでこの飛車が28にいるときにこんな感じで桂馬を跳ねると、ここに角を打たれてしまうので、この筋が大丈夫かを確認してから桂馬を跳ねて攻めていく必要があります。2つ目はこれもまた飛車が28にいて、なおかつこう57の地点に何も駒が効いてないときによく出てくる角打ちで、ここに角を打つ手があります。これが飛車取りと57の歩取りになってるんですよね。で、ここに逃げれば両方受かるんですけれども、これ自体利かされって言ってちょっと飛車が使えない感じになってますし、相手が銀を持っているとここに銀を打つ手があります。飛車を逃げる手には金を取って、これが王手なんで同玉しかないんですけども、角を成れば飛車桂両取りなので、これはこちらが悪くなってます。なので飛車が28の地点にいて57の地点が弱くなっているときは、ここに角を打つ手を警戒する必要があります。3つ目はこの局面ですね。このこちらの陣形のこの飛車が29にいて48に金がいるっていう形は、最近流行りでプロ棋界でも流行ってて、アマチュアの中でも流行ってる形なんですけども、この形は比較的こう角の打ち込みに強いので、基本的には角を打たれる手はあんまり気にしなくてもいいんですけども、ちょっと応用みたいな手筋で、相手が角と銀を持っているとここに銀を打ち込んでくる手があります。同金と取るのが自然なんですけども、そこで角を打ってくるんですね。これが飛車金両取りで、飛車を逃げると金を取られて、これがまた桂取りにもなってるので、こちらが悪くなってしまいます。なのでこの29飛車48金っていう形は角の打ち込みに強いので、基本的には気にしなくてもいいんですけども、相手が角銀と持っているとこの銀を打って同金と取らせて角を打ってくるっていう手を警戒しておく必要はあります。次が4つ目の局面ですね。これも先ほど言った29飛車48金型なので、比較的角の打ち込みに強いのでそこまで気にする必要はないんですけれども、戦いの中でこう2筋の歩を交換することがあると思うんですね。でこんな感じで飛車を移動した時にはちょっと角の打ち込みの隙ができていて、どういう隙かというと、一応いろいろあって難しいんですけども、歩を突く手なんかが考えられます。どういう狙いかというと、同歩に歩を打って、これは桂馬取りなんで逃げるんですけども、ここに角を打つ手があるんですね。これが29にいた飛車が24に行ったことでできた隙で、これは金を58金とか逃げると37角成がありますし、38に逃げてもこうなって攻めていく手があるので、これはこちらが自信ない展開ですね。なのでこの29飛車48金型は角の打ち込みに強いんですけども、2筋の歩を交換した時は飛車が移動してしまっているので、ちょっと角の打ち込みを警戒する必要があります。でその中でもよく出てくるのがこの5九に角を打つ手で、この手を打たれても大丈夫かっていうのは警戒しておく必要があります。5つ目はこの局面ですね。で少し戻ると、これはいわゆる早繰り銀という形で、今こう歩をついて同歩同銀って仕掛けていったところですね。でこの早繰り銀を使う時に気をつけないといけない角打ちがあって、それはどういう手かというと、一応ここで歩を突く手があるんですね。同銀と取る手が考えられるんですけども、ここで気をつけないといけない角打ちが出てきて、5五角ですね。これが飛車と香車の両取りになってます。で早繰り銀はこの飛車の小銀、この斜めですねを開けて戦うので、この5五角と打った手が飛車取りにしつつ何か取りになるっていう手がよく出てくるんですね。なので早繰り銀を使う時はこの5五角って打たれても大丈夫かっていうのは警戒しておく必要があります。というわけで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると一層嬉しいです。ありがとうございました。